登記しなきゃ。漫画コーナーがあります。ここ来てまで漫画読むの？読まんよ。だって温泉って言ったら漫画でしょ。よくわかんないけど、ドクターフィッシュカフェはね、7時ぐらいまでだ。結構早く閉まっちゃう。今何時？もう6時。まだ5時でしょ。あ、もう6時か。今5時半か。じゃあもう6時じゃん。6時だから。行きたい。こういうね、普通のお風呂関係はまだ夜中、夜まで遅くまでやってないけど、水着着て行けるところはね、早めにと思って。電気をつけよう。電気なんか刺すのかな。自分でつけるのかな。電気を、あ、ここか。あれ7畳って書いてあった。え、私の部屋より広いよ。広いの、やった、よかった。広くて7畳で4人で寝るの辛いそうだね。あ、案外広いね。時間をまず調べよう。行くところとか。焼肉屋に来ちゃいます。はい、じゃあ乾杯。水ですがお風呂に入る前、ビールじゃない、水でしょ。遊びに行って、でこちらに夕方からね、ハードスケジュール。一応6時半起きだからね、みんなね。そうね。明日も6時半。え、明日も6時半起き？6時半か。じゃあ6時起きだ。やっぱ明日6時起き。今日より早いね。早く寝なせかった。のタレだ。ひーちゃん、味噌があった、サンチュの。もう一個食べる？うまっ。うまっ。おいしい。すごい、やばいね。洞窟来ました。洞窟。ここが一番広い洞窟。行ってみる？中行ってみる？わあ、すごい。わあ、すごい滝が。やば。
白いね。あ、しーちゃん洞窟あっちだ。ここだ。すごいね、青いね。ね、青い。お、ねえ、これゴーグルあったらマジでやりたかった。うん、これ一応温泉だからさ。意味や。温泉禁止って書いてある。あれ。肩まで使ってみたら。熱い？うん、怖い？怖い？大丈夫？何が怖いの？深い？楽しい？え、しんちゃん泳いでダメだよ。でも誰もいないけどね、今。今、貸し切りみたいになってまーす。やばい、気持ちいいね。普通にお風呂なんだけど。しーちゃん、こっち向いてください。洞窟の湯が？ん？タピオカの湯だって、期間限定。洞窟の湯が巨大なタピオカになってる。へぇ、もともとあったのこれ。じゃあ行ってみよう。いちごの湯？おー、いちごの湯だ。いちご行ってみる？ね、あ、かわいいね、クマちゃんね。3匹のクマちゃん。ねえ、ここ誰か座れるよ。どこ？本当？座る場所？しおちゃん座れるってよ。おお、いいじゃん。やばい、デブカツ。あんなにご飯食べたのにクレープ食べてます。ママはかき氷だよね。ママはこのかき氷。かき氷のさ、ないよ、かき氷。でもパパはね、アイス乗ってんの。やばくない？デブカツです。今日は美味しい。でもこういう時しか食べないしね、クレープ。美味しい、うん、今日はいいよね。でもお風呂挟んでるからね。水着温泉と普通の温泉と。うん、どうでしたか？楽しかった？楽しかった。疲れるね、やっぱね。ちょっとね、なんかほんとプール入ってるみたい。あ、ダメ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 。何すんの？Thank you.
場ってこと？なんかちょうどいいぐらい。マジで寝やすい。リミちゃん、本当に。こんな風に寝るのは何年ぶり？何年までかな？何年ぶり？なんと明日はです。なんと明日はですね。あ、来た。うるさいの来た。そうねえ。なんで夜行性なのあなた。リーミーちゃん元気。テンション高。テンション高すぎですリーミーちゃん。リーミーほら寝ないと明日6時起きだよ。リーミー明日6時起き。明日6時起きだよ。6時。コロナの関係で早いらしいです。6時に起きて6時半に朝食だって。早っ。知らない。え？知らない。知らない。何が知らないの？だから、夜こんなだから、朝起きれないの。うん、ひょうちゃん、ちょ若干綺麗気味ですか？大丈夫ですか？やめて。めっちゃ怒ってるしーちゃん。今打つと思ってるでしょ。思ってる。夜なのになんでこんな高いテンション高いの。リミ、リミちゃん、ほらテンション下げて。ウホウホじゃないよもう。ベタッチ。ゴリラになったの。ゴリラ。あれウホウホってゴリラだっけ。めっちゃ疑ってる。リーミーちゃん怒られるよ。やばい、そこのドア開けた。何時？どうしたの？ママ開けた。枕探しに行った。そうごめん、閉めるの忘れちゃった。ごめんね。しーちゃんもテンション低い。ねえ、パパもテンションおかしいよ。パパとリミのテンションがあった。やめて。ママとしーちゃんめっちゃ冷静。パパとリミ。やっ、ほんとにやめて。もうガチ切れだからね、ほんとに。やだ、もう。ちょっと待って。兄ちゃん助けて。ママいじめられてるんだけど。何気に。ママ何気にいじめ。ちょっとカメラが。あ、しーちゃん、しーちゃんも溺れた。明日6時起きだからね。